本日の動画は守備猿が打撃改造。かの有名なチャールズ・ダーウィンは言いました。生き残る人は最も変化に適応したものであると。そしてあっぱれに、昨年チーム最多安打を打ちながらも恐れずに変化した猿がいます。そう、その名もチビ猿潤。2019年初戦、進化した猿がまた新たな姿を見せております。どうぞご覧ください。はい、ということで謎の竹虎の茶番から引き継ぎ、本日は2019年あっぱれ初試合 VS 湘南バイパーさんの試合を僕の打席中心にお届けします。今日の1試合を通してのテーマは新一本足打法のタイミングの調整です。やはり変化していかないとダメだということで、新たな打撃フォームに挑戦しています。ちなみに左側が去年までのフォーム、そして右側が今年挑戦している一本足打法です。変えた理由としましては、早めの始動でゆったりとしたタイミングを取りたい、そして足を上げ重心移動をしっかり行い、より強いスイングをしたいという思いで変えました。こんなところを意識してこの試合やっていきます。相手の先発投手さん、非常に速いまっすぐ、そして切れ味鋭いフォークを投げていました。しかしこのフォーム、どこかで見たことがありました。実は昨年行われた U18 国際軟式野球選手権大会、台湾で行われ、ライパチさんが取材に行っていた試合ですが、その試合で日本のエースとして登板していたのが先ほどの加賀美投手でした。道理で見覚えあるわけだ。初戦そして決勝戦に先発し、この快速球を武器に海外のバタたちを圧倒していきます。大会最優秀防御率に選ばれ、エースとして日本を3連覇に導きました。2019年初試合から好投手相手、いいピッチャーとの対戦、非常にワクワクしました。それでは早速僕の打席見ていきます。本日も1番ショートです。初球、まっすぐ低めに外れボール。この打席では久々の試合なので、打席でのボールの見え方と僕の頭の中のイメージをすり合わせるということを意識しています。2球目はインコース、まっすぐストライク。 U18 の試合の時のイメージ、そして投球練習を見て、やや制球に難があるのかなと思い、この打席は追い込まれるまではじっくり見ていこうという意識です。そしてここもまっすぐでストライクを取られ追い込まれます。4球目、ここはフォークが引っかかりボール。2-2からの5球目、低めのボール球のまっすぐをファール。追い込まれてからもう少し冷静に見逃せるとフォアボールが増えるのかなとも思っているので、そこも課題です。そして6球目、ややまっすぐに差し込まれ、ライト前に落ちるかと思われたこの打球をライトがスライディングキャッチでファインプレイ、ナイスプレイ。そして2打席目、状況は1対0でアッパレが勝っていて、2アウトランナーなし、前のバッター2人がアウトになったので、ここは何としても塁に出たいと思い、セーフティーバントを仕掛けます。ショーフライになってしまったが、落ちればヒットのコース、これを鏡投手がダイレクトキャッチ、ファインプレーです。ナイスキャッチ。今のプレーもう一度ご覧ください。上がってしまったバントに対しダッシュをかけ、ヘッドスライディングでキャッチ。この打球、超ギリギリグラブの先っぽに引っかかった執念のヘッドスライディングキャッチ、まるで桑田真澄さんばりの好プレーでした。素晴らしいプレーです。そして3打席目の前に投手が変更しました。先ほどの加賀美投手との球速はないものの、非常にコントロールが良く、まっすぐ変化球をコーナーに散らして打たせて取るタイプのいい投手でした。そして3打席目のテーマはファーストストライクを思い切って振っていくと、僕の持ち味を存分に出そうと思い打席に立ちました。初球、挟む系の球が引っかかりワンバンのボール。そして2球目でした。ドンドンドカーンと
思い切って振り抜いた打球がレフトの頭を越え長打コース、走る走る激走です。一気にサードを回りホームに帰ってきます。これがランニングホームランになります。はい、スローで見ていきます。ややインコース高めの甘いストレートだったんですが、はい、めちゃめちゃ根っこです。これだけ根っこから、押し込んでいってレフトオーバーと、改めて、軟式野球は詰まっても振り切れば飛ぶなと思いました。ただたまたま、レフトオーバーになりましたが、あのコース今まで打ち損じてフライを上げてしまっていたコースなので、いいイメージは持ちつつも調子に乗りすぎないようにしたいなと思います。はい、この試合4対1で勝利し、2019年初勝利でございます。湘南バイパーさん、非常にいい選手も多く強敵でした。対戦ありがとうございました。こちらのアンダーアーマーグローブを1名にプレゼントします。柄はですね、カモフラージュが施されており、とてもおしゃれになっております。そして次は水のプロのグローブです。徳さんも兄貴も純さんも学生時代使ってました。こだわり抜いた素材を超一流の職人が仕上げる究極のグラブ、竹虎大出血で水のプロをプレゼントします。チャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。はい、本日のおまけです。バッターは竹さん。驚きの変態打ちをこの打席で披露します。あ、インコースの難しい爆風とスライダー、はい、極限まで開かないでうまく合わせてピッチャーライナー、さすが竹さん、凄まじい技術です。以上おまけでした。アップルショップ2019新商品追加でーす。おしゃれなパーカーがずらずらと揃っております。徳さんもパチさんも凄まじくかっこよく決まってますね。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。